え、これマイクの設定はどこ？ Before playing Don't Scream, please play the game the way we intended. This means setting up your microphone correctly. Here's how to do that. You should be able to speak only quietly, not loudly, with slight... ちょ、声でかいってお前。あ、これぐらいじゃない？大体。あ、でも普通に喋ったらなんか。Before、うわーびっくりした。やめろよ、本当に。近いよ。This means setting up your microphone correctly. 何これは。Here's how to do that.待って感度どこで設定やだ。これ感度どこで設定すんの。ちょっと待って、リアル、ちょっと待って、これ死んでるってこと、もしかしてこれもう死んでる。ちょっと待って、待って、これ進めないんだけどねえ、だって場面違うじゃん。だって進めないよね。ねえ。何もうやだ、もう無理かも、これ。ちょっと待って。ちょっと待って、これ本当に無理かもしれん。ちょっと待って、これ、え？叫んだ今俺。何待って。待って、本当に無理かもしれない。でも待って、めっちゃ画質切れた。何をする。やだ、えっ、生きてる。待って、無理かも。ねえ、やだ、お前、何すればいいのこれ。何すればいいの。何すればいいのこれ。ねえ、何すればいいのって。何すればいいの。怖くない？待って、暗くて見えないんだけど。なんか暗くなってない？ねえ待って、暗くなってきてない？ちょっと待って、え、何？歩かなきゃダメなのこれ。え、何？暗くなってる。実体が出なければ。待って、なんか釣られてない？あれ落ちてくるとかやめる。あ、そこの自販機をさ、こういうこと。これいいとこは16。旅客機は入ったら絶対なんかあるから。基本この外で、見晴らしのいいところで明かりを探す。この音にもいかない。できる限り、何もしない。やばい、暗い。待って、やばいかも。ちょっと待って。待って、無理かも、これ。ちょっと待って。あ、このトーンで喋り続ける。いや、もう何も見ないわ。うん。あ、ちょ、逆張りする。待って、逆張りしたらなんか用意されてそう。あの、バイオハザード1の洋館みたいな感じで。あの、バイオハザード1のさ、洋館に着いた後さ、ね、すぐ扉開けようとしたら、あの犬がさ、ワンワンってやるやん、あれみたいな感じでなんか用意されてそうだから。何、あの、一旦ここで飛行する。すごい、これ俺天才かもしんない。天才じゃないこれ。え、すごい。
え、ごめん、怖いよ。分かった。分かったか。あのね、俺これね、マジで言っていい。これマジで無理だよ、ちなみにこのゲーム。俺絶対クリアできないし、俺は。え、マジで。いや、これいけるわ、俺。マジで。
いや、これ思ったよりいけるぞ、これ。ヒステリックはうるさいわ。絶対来る、絶対来る。さっき聞いた。H カップか。そろそろスパート来るね。あ、ほら来てる。虫は平気、虫は。赤ちゃんは雑魚だから、生物において。来るぞ。そう、さっき聞いた。
え、これ終わり？もう喋っていい？もう喋っていい？すごない俺！ねえ！夜じゃん！え、怖かったでしょ？君たち！待て。いや、これはね、いけますね。ふぅー。まずね、これね、いけた理由はあるわ。まずね、実体が見えた時点でいけんだよな、俺。これ、何回も言ってるけどさ、なんか、実体が見えたらいけんの？そのゾンビ的な感じで。逆に見えずに音とかで怖がらせてくる系はもう無理なの。一生何も出ずにの方が俺多分叫ぶと思う。ああ、汗やべえ。手もしびれてる、めっちゃ。途中力みすぎてマジで手めっちゃしびれてきてさ。ああ、いけた。俺なんか嬉しいな。俺なんかホラゲーちゃんとクリアできたじゃん。ねえ。